はい、こんばんは。今日はですね、韓国から在韓米軍が撤退するということに関しまして、もしかすると現実味が本当に出てきたんではないかという、仮説がですね、ネット上でいろいろ見受けられるようになりました。ですので今日はその仮説について検証します。いや、そんなこと言ってもそのブルーカラーさんと在韓米軍撤退などあるわけないですよと、それは地政学的に見てもですね、韓国は米軍にとって、重要な拠点であるわけですから、手放すわけないじゃないですかというご意見があるのは重々承知しておりますし、そのご意見はごもっともです。で、またアメリカの軍部もそう思ってるでしょう。あるいはですね、そうした在韓米軍撤退という仮説の論拠として、1992年 のフィリピンからアメリカ軍が撤退しましたね。あれを引き合いに出す説もあるんですけど、確かにあれは論拠として弱いですよね。当時中国っていうのは、今みたいに強くなかったので、アメリカ軍がフィリピンから撤退するっていうのも、現在のような南シナ海の情勢っていうのはなかったわけですから、一帯一路とかですね、そういうことは、そういう問題はなかったので、状況が全然違いますんでね。フィリピンから米軍が撤退したことを今この在韓米軍撤退問題の論拠とするっていうのは当てはまらないというのは僕も承知しています。その上で、じゃあなんでこういうことを申し上げるかというと、これですね、トランプ大統領がどう考えているかっていうのがわからないんですよね。で、ここが最大の問題なんです。で、在韓米軍撤退の現実味っていうものを考えるっていうか、予感させるのは、そのトランプさんの政治家としての行動からですね、その在韓米軍撤退の現実味の予兆があるように思うんですよね。で、その在韓米軍をどうするかということに対するですね、トランプさんの決断を占う上で、重要な手がかりが2つあると思っています。1つ目はトランプさんという方の政治的信条なんですよね。彼の政治的信条っていうのは4つにまとめることができまして、1つ目は小さな政府です。2つ目は、移民政策ですよね。アメリカの移民政策において、今までのようにこう受け入れるっていうところから転換してですね、移民を制限するという政策をしているということですよね。で、3つ目は保護貿易主義ですよね。これはもう中国との今の貿易戦争を見てればわかることですよね。で、4つ目は孤立主義なんですよね。これはこの孤立主義っていうのは、今回シリアから米軍が撤退しましたけども、それを見てもわかるんですよね。つまり、終わらない戦争にはアメリカは関わりませんっていう明確なメッセージだと僕は思っています。ただ皆様もご存知のように、アメリカの軍部はですよ、このシリアからの撤退にすごく反対してましたよね。クルド人の方々を見捨てるようなものだという主張をしてましたし、かつアメリカ軍の名誉を傷つけるものだということで怒ってますよね。で、これはちょっと話飛びますけど、来年のアメリカの大統領選挙を考えると、トランプさんにとってはマイナスだったかもしれませんね。もう下手するとウクライナ疑惑よりマイナスなんじゃないかなと僕は勝手に一人で思ってますけど、その問題は置いといてですね、シリアから米軍を撤退させるっていうのはアメリカの軍も反対だったんですけど、トランプさんはやっちゃうんですよね。で、やっぱりそこには根底には孤立主義っていうものがあるんだと思います。で、すでにアメリカは原油も輸出国になりまして、中東からも基本的にはこう、少しずつ離れていこうとしてますよね。つまり他国とのコミットメントを避けるという政策を取っているわけです。つまりトランプさんは、そのアメリカがその世界の警察的な役割からっていうか、その他国へ干渉することをやめようとしているんですよね。で、そう考えた時に、じゃあオバマさんとトランプさんの違いは何なんだと思うと、その他国への干渉はやめるんだけど、アメリカファーストだっていうのがトランプさんですよね。それが保護貿易主義に出ているということだと思います。で、もっと言いますと、トランプさんの政治信条の核となる部分っていうのは、そのお金のディールにとてもこだわるアメリカファースト主義っていうことだと思うんですよね。
で、ここにこれから申し上げる2つ目の問題が密接に関わってきます。2つ目の問題点というのは、つまりは在韓米軍駐留費問題です。アメリカは現在韓国に対してですね、来年以降の、来年度だと思いますけど、在韓米軍駐留費を、今年2月に合意した2019年分の米軍の駐留経費合意額の5倍超にあたるですね、50億ドル、今約5380億円と言われてますけど、を要求しています。このお金のディールにとてもこだわるアメリカファースト主義のトランプさんが、これを簡単に韓国政府に対して譲歩することはないと僕は思っています。で、他方韓国のムン政権を見てみると、新北新中路線を取っておりまして、かつ利米政策を取ってますね。で、これは米韓同盟を、実質も形骸化させているようなものなので、このこともトランプさんから大きな不信を招いています。で、また、韓国からですね、この機密情報が漏れているっていう可能性も随分指摘されておりまして、このことに関してはアメリカ軍部も韓国政府に対する不信感を大きく抱いています。つまり在韓米軍撤退の可能性っていうのは、トランプさんの政治信条にあるその他国から引いていくっていう孤立主義っていうものがまず一つあるということ。で、もう一つはトランプさんがそのお金のディールにとてもこだわるアメリカファースト主義であるということですね。で、それをムン政権があんまりよく分かってないっていうか、甘く見てるっていうか、あるいは何も対策ができてないっていうことですよね。で、3つ目はそのムン政権の利米政策によって米韓同盟が形骸化してきてるっていうことです。ですからトランプさんとしては、ただでさえ、孤立主義をとってお金のディールにとてもこだわるアメリカファースト主義で、しかもその同盟が形骸化してきてるっていうことだったらば、じゃあもうそのディールする必要ないじゃないかと、もうすごいあっさり合理的に考える可能性ってのはあるわけですよ。ですから僕はこの在韓米軍撤退っていうのは、この3つの理由から考えると、トランプさんだったらやりかねないっていうか、十分ありえるんじゃないかなと思ってるんですね。いずれにいたしましても、その在韓米軍駐留費交渉っていうのはアメリカがもう年内に決着つけると韓国政府に対してはっきりと言ってますので、今年の12月までにはこの在韓米軍駐留費交渉で、その大幅増額をムン政権が飲まざるを得ないのか、あるいは交渉がこじれて、トランプさんが怒ってしまってですね、在韓米軍撤退へより大きく進むのか、ある程度方向性ってのは見えてくるんだと思われます。ですので、この11月末から12月っていうのは、そういった意味で、米韓の関係性を今後占う上でも大きな動きがあると思っています。ありがとうございました。